ニックス数年前まで暗黒でした。矢印こいつ。なぜ急に3連覇できたのか。本物が来たからな。ドラフトだよね。ドンデン辞めた後くらいからドラフト戦略が良くなったんやろ。チュニドラとの違いは何なんや。日本もウェーバー制取り入れればこんなこと頻発するのに。19年ハズレハズレ1位矢印宮城、20年ハズレ1位矢印俊平田。何これ。ファンと内部以外からはなんで弱いのに即戦力取らないのかってバカにされ続けても無視して将来性期待したドラフト続けたからやろ。ちなみに即戦力ドラフト続けた結果長い暗黒期やったことはファンと内部以外誰も知らんからそんなこと言われてたんやで。監督やろ。宮内、今日はこの選手使って、コーチ、お前今日スタメンやぞ、選手、頑張ります。岡田、そんなん知らんよ現場に口出すな、選手、話が違うじゃないですか。コーチ、岡田監督に泥を塗られた。岡田曰くちょっと前のオリックスはこんな感じで現場派とオーナー派で対立ひどかったらしいで。福田が GM になってから宮内をうまく封じ込めてる感じするわ。裏方の補強がすげえわ。前世紀ハムの育成ノウハウ取り入れて投手育ちまくってるもんな。福田を GM にして施設も整えて一からチーム作りした成果だな。10年代は今のエンゼルスみたいな感じやった金あるけど意味不明な使い方してはチーム壊して。福田 GM だけでも中島監督だけでもダメやったと思うわ。福田も中島も我の強さがあってそれが勝つための貪欲さというか執念があるからこそうまくやってる。つまり中日も数年後に3連覇できるってことか。ポンタも今や勝ち組。2校連呼してネタにされてたポンタも今ではすっかり強豪球団のマスコットとかした。オリックスみたいに戦略整えて暗黒脱してきたってのはまだわかるんやけど、ヤクルトの最下位か優勝かみたいな層打つチームはなんなん。ドラフト校舎なのになんで弱いんですかね。わらと言われ続けた結果成功を積み重ねて王国を築き上げた。